久しぶりのベルディの練習でした。お帰りなさい。ただいまいかがでしたか。いや楽しかったです。変わりましたベルディの雰囲気は。いや、まあ、メンバー結構変わってますけど、はい、まあクラブのこの雰囲気は、うん、まあ、前と変わらず、まあ、居心地がすごいいいなっていう感じです。8年ぶりの復帰です。どんな思いでベルディに帰ってこられました。まあ、まあ本当にいろいろ外に出て学んだこともあるし、だからそういうのも、まあ、あの時 J1 に上げられなかったんで、まあ、あの時は自分の力不足ってことで一回外に出て、まあプレースタイルもちょっと変わったかもしれませんけど、まあいろいろ他にも大事なことを覚えてきたんで、それを生かして、まあ、またヴェルディで J1 で戦いたいと思って帰ってきました。もし言葉にできるなら、いろんな経験積んでどんなものを身につけて帰ってこれたなっていうことを言えますか。やっぱ一番変わったのは、まあ、自分勝手でだったし、まあ、攻撃したいことだけしてっていうサッカーだったので、まあ、外に出て苦労したし、まあ、守備もやらなきゃいけないっていうのと、そうですね、自分の好きなことだけじゃやっぱチームのためにはならないのかなっていうのを、まあ、学んできたんで、まあ、でも自分の良さもやっぱ残したいなっていうのもあるんで、まあ、両方できるようにやっていきます。今年ヴェルディを J1 に連れていくということに関してはどんな思いをお持ちでしょうか。いやもう本当に自分のコンディションも本当に上げて、もう必ず今年 J1 にも上がるって気持ちで僕も来たので、まあ、全ての力を使います。じゃあそのサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。まあ、育ててもらったクラブに帰ってこられて、まあ、すごい嬉しいなって思ってます。これから1年応援よろしくお願いします。